今回紹介するのは「運は操れる」「望み通りの人生を実現する最強の法則」という本です世界最先端の研究により明かされた幸運を手に入れる科学的メソッド仕事お金対人、恋愛が思いのまま運を操る力を手にするテクニックが満載内容はいいが 表本のタイトルのうさんくささに加え表紙の第5子のニヤつきには正直腹が立つ第5子は日本で最初にメンタリストを名乗り大金を稼ぎ成功しているから当然の満面の笑みだというのが最初の印象だった今回の本は買わなくていいと考えていたたまたま本屋で本書を見かけたので 立ち読みしてみた最初のつかみとしてジャンケンの必勝法が記載されていたがハンター×ハンターの世界の話と思っていたことを第5子は平然と実践しており驚かされたジャンケンは運ではないジャンケンの勝利は自分で引き寄せるものだ。 宝くじで億万長者になった人のその後の話など実例を交えて説明がなされている宝くじで大金を手に入れることは運がいいことだと普通は考えるが果たして本当に運が良かったのかなどそういった話だけでも興味深く非常に読みやすい私が本書を手にしたままレジに向かったことは言わずもがなである運がいいと言われている人は すべからく成功のための種をまいている本書は最近ついてないという人だけでなくつきまくっている人も読む価値のある内容となっている以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします